エベレットピアノカンパニー、または単にエベレットピアノは、ジョン・チャーチカンパニーによって創業された、ピアノ製造会社である。以前はヤマハによって所有されていた。1883年にジョン・チャーチカンパニーによって、マサチューセッツ州ボストンで創業された。当時は、ピアノ産業のトップ企業の一つであった。1926年6月、エベレットは、ケーブル、ネルソンピアノと合併し、 ボストンからミシガン州サウスヘイブンへ移転したエベレットピアノの鍵盤多くの作曲家がエベレットのピアノを使用したが小型のピアノに対する需要が増したそれに応えてエベレットはグランドピアノの製造から離れ1946年に小型ピアノのみを作ったエベレットは聖伝リードオルガンも開発し1935年から1941年まで オーガトロンブランドを製造した。第二次世界大戦によって生産が休止する前に、この事業はルドルフ・ウーリッツァー・カンパニーに売却され、ピアノに焦点を再び合わせた。1949年、ジョン・エイ・ヘンズが大がテンションスケールを開発した。これはより良い音を可能にするために、ピアノの弦をより高い張力の下に置く。 バランスとテンションバックを持つエベレットピアノのみがこの特徴を有していた。1962年、ハモンドオルガンカンパニーがピアノ産業に参入するためにエベレットピアノカンパニーを買収した。その後の1973年、ヤマハがエベレットピアノカンパニーを購入し、サウスヘイブンでヤマハピアノとエベレットピアノを共に製造した。ヤマハが1986年に ジョージア州トーマストンの工場にピアノ生産を移したとき、エベレットピアノはヤマハとの契約によって、ボールドウィンピアノオルガンカンパニーによってサウスヘイブンでの製造が続けられた。しかしながら、この契約はその後に打ち切られ、エベレット社は最終的に1989年に終わった。ありがとうございます。